コンサートホールソサイティは戦後アメリカに設立されヨーロッパ、日本に進出して1970年代半ばまで活動したレコードの通信販売会社。クラシックを中心に豊富な音源と開演性の連歌販売というコンセプトで一時は世界最大の規模にまで成長した。1946年デビッドとサミュエルのジョセフ・オビッツ兄弟が中心となりニューヨークで創業。 デビットは指揮者、バイオリニストとしても知られ、ロンドンの王立音楽院には彼の名を冠する演奏ホールがある。1950年代にアメリカにおいて常述の販売戦略で成功を収め、子会社としてミュージカルマスターピースソサイティを設立し、ヨーロッパに進出する。ヨーロッパではオランダやスイスに拠点を置き、独自に収録活動を展開、またクラシックのみならず、ジャズや、 ポピュラーミュージックの分野にも進出した。その後は業績が伸びず、1970年代半ばに活動を停止した。1962年に通販会社日本メールオーダーと提携し、通信販売を開始。当時のクラシックブームと活発な営業活動が相まって多くの会員を集めるが、親会社と同時期に営業不振に陥り販売を中止した。 指揮者として、シャルル・ミューンシュ、ピエール・モントゥー、ピアニストとして、リリー・クラウス、ブラド・ペルル・ミューテール、バイオリニストとして、ダビッド・オイストラフと、著名な演奏家の音源も多かったが、日本では知られていない演奏家や、明らかに幽霊オーケストラと思われるものもあった。また指揮者のアルター・ゲールのようにこのレーベルによって、なお知られたアーティストもいる。 カール・シュー・リヒト式ハーグ・レジデンティ管弦楽団のブルックナー、公共局第7番やピエール・ブーレイズ式フランス国立、放送管弦楽団のストラビンスキー、春の祭典等、名盤も多数ある。ただ音質としては残響が少なく腰が弱いという評価が一般的であった。ミュンシュ、モントゥーをはじめ、コンサートホール・ソサエティ原版による演奏の復刻版が 日本コロンビア等からリリースされているが、同社の膨大な収録のごく一部に過ぎず、ほとんどの音源は入手困難となっている。ありがとうございます。